もしかして僕たち帰れるの？帰れるよ。なんで同じ種類の子3人用意したの、ここに。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。よし、ってことで、ってことではいいんやけど、もうすぐフリースタイルタイム終わりそうじゃない？あ、ここにおるやん。ああ。やっぱりイカには醤油だろ。君もそう思うよね。いいえ。イカにはソース。これだけは譲れない。ケチャップとか言ってみよう。え、ケチャップ？イカにケチャップだって？ええ。それもそれでありかも。いいこと聞いたよ。ありがとう。どうなんやろ、美味しいんかな。初めて聞いたイカにケチャップ。自分が選んだけど。この学校テストで赤点を取ると、とんでもないところに行かされるんだ。その名も赤点取らず収容所。普段なら成績がアップすればすぐに戻ってこられるんだけど、僕の友達がそこに連れて行かれたきり、ちっとも戻ってこないんだ。終わらない補習授業を受けさせられてる、なんて噂もあって心配でさ。お願い、僕の友達を助けて。終わらない補習授業。赤点を取ると生かされる赤点取らず収容所。成績がアップすれば戻ってこられるはずが、男子生徒の友達はちっとも戻ってこないらしい。一体何があったのだろうか。赤点取らず収容所から戻らない生徒を助けよう。脱獄系囚人服。おー、すげえ、超栄えし。本当？引き受けてくれるの？よかった。赤点取らず収容所行きの船は商業エリアの近くの港から出てるよ。え、船で行く？マジで？友達のこと頼んだからね。クエスト、終わらない補習授業発生。調査を開始しよう。ってことでナビをしていこうか。赤点を取ると入れられちゃう。赤点取らず収容所か。こっちの方、ね、商業エリア。まあ、赤点さえ取らなければいいんだけど。商業エリアってすぐ近くやね。僕も赤点取らないくらいには勉強しなくちゃ。俺はこいつがあるから大丈夫だぜ。レディーストーク、混ざります。ちゃんと一個一個船が違うんやね、形。で、え、これじゃないよね。え、これこれですか。ああ。おい、この船は赤点取らず収容所行きの船だ。なるほど。優秀な Y 学園の生徒とは無縁の場所と言っていいだろう。だがこの俺に話しかけるということは、さてはお前ら全員赤点を取ったんだな。そうだろ、正直に言ってみろ。え、無縁って言ってもこの場所にあるってことは Y 学園しか関係なくね。正直に。いいえ。何を偉そうに言っている。赤点を取らないなど当たり前のことだ。成績優秀者に用はない。さっさとどこへでも行ってしまえ。邪険にされるんやね、成績優秀やったら。ああちょ、はいって言っとこうじゃ。はい、赤点を取りました。なんだと？貴様ら、底辺のミジンコ以下だ。そっちはそっちでやっぱりボロクソに言われる。赤点取らず収容所で人間になるための補習をしてやる。人間ですけど。さっさと船に乗れ。え、赤点を取るやつは人間ではないと。何あれ？めっちゃ化け物なんやけど。え、やば。本当に、本当に牢獄やんね。とうとう来ちゃったね、赤点取らず収容所に。へへ。なんか面白そうなとこだよね。どこが？暗いし、怖いし、汚いし。ねえ、早く逃げようよ。せっかく来たんだしさ、飯だけでも食ってこうぜ。いや、ここはもう確実に臭い飯を食わされるところやろ。いやいや。のんきすぎでしょ。ねえ。さっき配られたプリントに、献立の予定表もあったよ。そんなもの配られるんや。え？マジで？ねえ、コマくん、どうなのが食えんの？プロテインカレーに、プロテインパスタ、プロテイン丼。おー。え、成績優秀にさせるところよね、ここ。ただの筋肉バカになりそうやけど。うぎー、なんだそれ。あはは。脳筋飯ばっかりだね。なあ。もういいや、さっさと逃げようぜ。もうご飯に興味なくなった。そうだね。見張ってる先生も明らかに怨霊の見た目だし。じゃあやっぱり、収容所から生徒が帰ってこない原因って。怨霊の仕業なんだと思う。よし！だったらこんなところに用はない。あれ、監視カメラ？この穴から外に出ようぜ。この穴？マタロウくん。それ、え？どれ？この穴って。トイレじゃなくて。それにしてもマトロウくん、ナイスだったよね。あはは。たまたまだよ。まさかコケでぶつかった拍子にダクトの枠が外れるなんてね。よーし！上？音量に見つからないように脱走開始だ。あ、そこか。
光が当たっとる部分か。え、あれ監視カメラじゃないの？大丈夫なの？もし怨霊に見つかっても、自習のふりをすれば、まあ大丈夫だろ。それでいけるかな？よし！ついでに他の奴らも助けてやろうぜ。うんうん。それはいいね。みんなで逃げれば怖くない。へへてか一人ずつじゃないんやね、収容されるの。史上最大の脱走。面白くなってきた。私の苦手な逃げる系ですか？そら収容所の出口を目指そう。あれやん、あれに見つかったらあかんってことやね。他の奴らも。あ、ここに捕まっとるやつおるやん。待って、この中には誰もおらんの？誰もおらんね。なに、怖い怖い怖い。見えんよね、ここ。あ、あれなんか勉強させられる子がおる。これ、あ、なるほど、こっから。なに、怖い。何がどうやって行くんかが全く、上から出るってことこれ。びっくりした、やめてや。やめてや、もう。ん？はっ！ジャンプして出るんかな？あ、こっち来よる、こっち来よる。ちょっと待って。ちょっと待って。もう早速なんか何が何だかよくわからんくなってきたぞ、私。てか、どの牢屋に人がおるとか全然把握してないわけ？あの音量は。人がおらんくなったことも気づいてないやん。あー怖いよ。よし。はぁ、てい。え、これめっちゃ怖くない？え、これ、え、これ超怖くない？トギャザーしちゃう。トギャザーしちゃう。怖いんやけど。これ他の牢屋の中に入ってる間は大丈夫とかいうわけじゃないよね、別に。え、怖っ。この中に入ってる間は、とりあえず、あの視界からは外れとるけん大丈夫なんかな？そういうこと？え、恐ろしい。てか、この子らは、この勉強させられる子らにも話しかけていくんかな？助けてあげる感じ？サボってないだろうな。でも席からおらんくなったらさすがに明るくない？サボってないだろうな。怖い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 、めっちゃ怖いんやけど。おい、あの、勝って。あ、なるほど、こういうことか。サボってないだろうな。これでごまかしていけるってことや。やるぞ、なるほど、なるほど、そういうことやね。やるぞ、やるぞ。どの辺から来るとこっち向くんやろ。見えないんすけど。カリカリカリ。勉強中。あそこが先頭ってことか。カリカリカリ。カリカリカリ。これ、あれか？うん。振り返ったりすることはないの？大丈夫なの？めっちゃ落としたけど？一緒に脱走しようぜ！おいでおいで。で、おい、変わって！はい、変わって変わって。うん、この横にもおるくない？ちょっと待って。すごい。びっくり。マイクやマイクや、めっちゃびっくりするんやけど、あれ。いいねっていう動き。若干後ろないよね。サボってないだろうな。サボってないです。カリカリカリ。ね。それ、おらんくなったこと気づかんの。どういうことやん。どこへ行ったって絶対なりやんねん。サボってないだろうな。え、なに？開いた？開いてない。おい、逃げるぞ。待って、無理なんですけど。うん、これこっち向く？うん。私は今この牢屋に捕まっているということで。サボってないだろうな。そっちだけ向くのね。サボってないだろうな。なんでこの牢屋だけそんなに監視されとんやろ、怖。うん。大丈夫です。とりあえず、息は出した感じ？今の間に出て勉強しておけばよかったか。サボってないだろうな。よし。サボってないだろうな。はい、お勉強してます。やるぞやるぞ。で、次ここを通り過ぎて後ろに行った時に。やるぞやるぞ。あの子と交代。この調子で励み。やるぞやるぞ。励みます。うん。やるぞやるぞ。通り過ぎてったら速攻で交代しよう。やるぞやるぞ。サボってないだろうな。え、怖っ。カリカリカリ。
びっくりした。サボってないだろうな。めっちゃびっくりした。でも今の別に大丈夫やったよね。勝って。カリカリカリ。いやこれもういけるんじゃね。え、ダメ？ダメかな。トゥギャザーしちゃう。こっちにもいる。一緒に脱走しようぜ。よっしゃ、いけたー。ふう、怖い。まだか。え、抜けて、あ、もう帰れない。二人ほど取り残してきたけど大丈夫。なんかいっぱいおるんやけど。現れた鬼をすべて倒そう。うぃー。嘘、頑張るしな。はい。待って、今私変身中なの。変身中なの。よし、来たぜ。なんかさ、一回、ちょっと待ってよ。待ってって。えい、怖い。ビクトリーだ。なんか一回、ね、通過した場所はもう戻ることができないっていうのが。カモンベイビー。カモンベイビー。カモンベイビー。君がいるから。僕。ね、敵どこにいるの？もう全部倒した、もしかして。おいえい、おるーめっちゃおるー。へいへいへい。いや、体力やばくね。いやー、来ないでー。超怖い、来ないでー。な、私も回復してよ、回復。ふぅ、ちょいと体力がやばくってですね。これ、回復してる？してない気がする。してない気がする。もうこれで全部倒した？ふぅ、よかったよかった。さあ、じゃあこれで。そこにアイテムがあるのは見ていた。ヘイ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 ！ふっけらこう。収容所の出口を、ん？なんかおる。2体？ボス？あ！監視や監視。凶暴スパルタ教師。これ教師なんや。マジでこれの教師が恐ろしすぎるやろ。あ、もしかして周りの観客たちはあれか、助けた生徒たちってこと？ちょっと二人ほど取り残してきてしまったけど。なるほどね、戦闘で役に立ってくれるってことや。よかった、大量助けてきてよかったね。ちょっと二人だけ取り残してきて申し訳ないけど。ワイルドアクト！ワイルドアクト！待って、マップじゃな。くっ、氷結弾。待って、どこ行った？どこ行った？こっち。いい、フォーミングショット。ワイルドアクト！あ、待って、待って、待って、怖いわ。何をやったのか！氷結弾。当たっとんかな、あれ。突風かまいたち。フォーミングショットどこへ飛んでったか分からんけど。ワイルドアクト。ワイルドアクト。何今のアウト。めっちゃ攻撃されることない、やばくない。え、てか仲間おるんだ。あ、待って、コマさん。危ない危ない危ない。フォーミングショット危ない、体力が危ない。私氷結弾。どうも。誰か助けて私を。誰か誰か私を助けてください。ちょっと誰か来てくれない？ちょっと誰か来てくれないっすか。あ、来た来た来た、ラントさん。ありがとう。変身。え、あれキューピー知りとなるがいい。なに、死んだのキューピー。あー、てかまた変身が解けているし、私。あ、死んでなかった。なるほどね、召される途中やったわけね。痛い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 。アウトー。じゃあ今敵どこ？お前の時間だ。早く変身できるようになっていただきたいんだけど。あ、ここで回復していたい。回復しながら攻撃していたい。あぶねー。びっくりした、召されるかと思った。うわ、あとちょっとやん、召されるまで。いやー、助けて誰か。ちょ、誰か誰か。お、リトルコマンダー、ありがとう。ふぅー。で、まだ私は変身できないんですかね。早く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 。
無理。どうした何引っ張れって。え、なんか引っ張れてね、取った今チャンスよ。ネクタイも引っ張って、ネクタイ。でもまだ今チャンスじゃないよね。チャンスになったら、もう一回ちょっとチャンスになったら普通の攻撃でやっつけるというやつ。お、変身 OK。 変身。うん、とりあえずもう一体はちゃんと変身してやっつけよう。これね、あの1回の戦闘につき1回でいいと思うよね、変身シーン。ちょっと待って、私今ホーミングショットを打ったところなんですけど、もう終わったんすか。ミッションクリア。イエーイ、なんかいろいろアップした。変身オッケー今。ああ、カメムシだ。ちょっと人間ですけど。よし、滝の筆箱。え、これプラスの囚人服ってことよね。史上最大の脱走。あとの二人は自力自力で脱走できたんだ。正義は勝つ。これでやっと帰れるね。お、なになになに、メダルか。 Y メダル、終わらない補修授業を手に入れた。めっちゃ嫌な名前。あれ、なんか先生すごい厳しそう。トワイライトセブンのメダルじゃん。これで二つ目かな。うん、赤点トラズの事件も無事解決。はぁ、長かった。もう全員助けようとしたらめちゃくちゃ長かったね。助けれてないんやけど、あとの二人どうやって助けるんやろ。やっぱり、あれか、なんか、抜け道があったってことかな。あの、もしかして僕たち帰れるの？帰れるよ。なんで同じ種類の子三人用意したん、ここに。もう安心していいよ。いろんなタイプの子おったやん、囚人。今回の件は怨霊による不当な超合流だ。補修内容も適切ではなかっただろう。カリキュラムの見直しのためにも、ここにいる全員が解放されることになる。よかったね。そっか。どうした？ちょっと寂しいとか。嬉しくないの？いえ。帰れるのはもちろん嬉しいよ。だけど、そう。また勉強漬けの毎日かと思うと気がめいっちまうよな。いやでもここでね、あんなのに監視されながらやるよりはだいぶマシなのでは。うん、ここでの生活は厳しかったけど、プレッシャーからは解放されたから。え、マジで？とりあえず真面目にやる姿勢だけ見せとけばよかったみたいな。まあまあまあ。もしかしたら、そういう気持ちがあの音量を生み出したのかもしれないね。なるほど。勉強のプレッシャーから逃げたいと願う生徒たちの生き量だったということか。はい。え？もしかして僕たち大変なことを。ごめんなさい。よくわかんないけどさ、それって悪いことなのか？え？陣平くん？あのさ、嫌になるってことは、それだけ頑張ったからだろ？頑張らなくていいって思ってるんだったら、気にならないはずじゃん。そう、なのかな？ああ。ジバの言う通りだ。向上心のない者が、いくら成績を落とそうが、君たちのように苦しんだりはしないはずだ。まあね、今回こんな点数やったわ、ひひって終わりそう。そうだね。苦しむってことは、それだけちゃんと問題に向き合ったんじゃないかな。謝ることなんかなんもないと思うよ。この三人のせいで、音量が生まれたってこと？俺たち、また頑張れるかな？なんなの？三つ子なの？うん。それは君たち次第だ。だが、いいか。生徒会には卒業生たちが残した勉強ノートが多数保管してある。ああ。もし希望するというなら、閲覧を許可しても構わない。うん。本当ですか？ぜひお願いします。よっしゃ、これなら次はいい点取れそうな気がするぜ。いいとこあるじゃないか。当然だ。うん。生徒会長として当然なことをしたまでだ。なあ。なんかいい感じに終わったみたいだし、帰りに飯でも食ってこうぜ。あ、いいね。中学生よね、みんな。おい。言い忘れていたが。どんな理由であれ、脱走は法則違反だ。当然だ。ここにいる全員、追加課題が出されるから、そのつもりでいるように。いや、でも脱走するでしょうよ。ちなみに私は生徒会特権で免除されるかな。それずるい。あ、マジで？人兵たちもってこと？
でもそもそも赤点じゃなかったから知らんけど。クエスト終わらない補修授業バッチリ解決。私的には嘘をついて船に乗ったつもりやったんやけどね。脱獄系囚人服。二つ目の不思議解決だ。イエーイ。よし、ってことで。やったら会長。解明すべき不思議はまだ5つ残っている。喜ぶには早い。じゃあいつ喜ぶんだよ。男の子同士。それは当然。すべての不思議を解決した時だ。ってことは、その時に7回も喜ぶわけだな。しかし、うん、そう思う。この件に関する私の喜びは、そうじゃないんだよ。卒業してバラバラになったらやっぱり寂しいからさ。0.7 だし。男の子同士かな。そういう感じ？そういうなんか多様性を配慮している的な。じゃあ宿舎の前にとりあえず戻ろっと。行くですねー。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、トワイライトセブン、二つクリアしたんかな？あと5つ？まだまだやな。頑張ろう。頑張ろう。